クリスマスリースのカップケーキの絞りをやってみたいと思います。クリスマスリースは昨年、葉っぱの口金で作る絞り方のご紹介をさせていただきましたが、今回は星の口金で作るクリスマスリースを、ご紹介します。使う、材料は、まずカップケーキ、バタークリームが塗ってあります。それから、グリーンのアイシング、7ミリ程度の、丸口金がついています。それから、3ミリぐらいの星口金がついています。それから、ダークブラウン、これは1ミリの丸口金、そして、赤の丸口金のアイシング、これは 1.5 ミリ程度のものが、丸口金がついています。それからアラザン、リボン、そしてピンセットです。ではまず、土台の、リース絞りをしてみたいと思います。センターの輪っかをしっかり開けるような感じで一周カップケーキを回しなゆっくり回しながら絞っていきます。そうしたら、絞ったものを、筆をつけた、少し水を含ませた筆で、この、水でちょっと慣らしてみます。慣らしておきます。こんな感じです。そしたら次に、星口金をつけた口金を準備します。それでまずこの中側を星で埋めていきます。内側ですね、ゆっくりと回しながら手のポジションだとかそういったものは右利きも左利きもこの絞り方は関係ないので、それぞれの利き手で中心に向かって絞ってみてください。次、一周終わったら次今度上に向かって絞っていきます。そしたら最後というか最後の周なんですが、周りに向かって外に向かって絞り出しをしていきます。そしたら次にアラザンを乗せていきます。感じでアラザンを乗せます。アクセントになる赤い実を絞っていきます。赤い実がつくととても華やかな感じに見えるので、これはアクセントなので、あればですが、もしなければこのまま